皆さんこんにちは、シードコムスチャンネルのうねです。おたです。今日は2人です。今日今なんでこのスタイルを撮ってるかと言いますと、目の方違う、物もないがちょっとできて、はい、そのスタイルではない、はい、このスタイルのことではないです。僕たち実は夫婦で、ね、動画撮らせてもらってるんですけど、この動画を見てる皆さんに TMS って何なんだろうっていう、はい、お話からちょっとしていきたいと思うんですけども、はい、PMS っていうのは月経前に現れる心とか体の不調のことを表しています。この PMS っていうものはちょっと男性だと理解が難しい、うん、実際この体験ができないので。ああそうね。 PMS ってじゃあどういった症状があって、うん、どういう不調になるのかっていう、うん、もしかしたら見てる女性の方も自分ってなんかこんなに起こりやすかったっけとか、そういう人がいるかもしれないけど、もしかしたら PMS かもしれないので、そこで自分と向き合うきっかけになってくれたらなとも思います。まず自分が PMS かどうかっていうところの、はい、まあ、判断っていったものも、はい、ちょっとチェックができるということなので、セルフチェックね、うん、はい、セルフチェックの方を、うん、まあ、僕たち一緒に動画を見てる皆さんと一緒にちょっとやっていきたいなと思います。はい、はい、やろう。なります。なるなる。なんかちょっとした失敗でもいつもだったらまあいっかとかなるものが、結構落ち込んじゃったり泣きたくなったりとかします。いつもだったら大丈夫なものも、うん、すごいダメージが大きくなる。大きくなる。で泣いちゃう。なんで分かってくれないのとか思ったりしちゃう。筋肉痛みたいですね。いや違う。あれ普段の動きが筋肉痛だとこうできないじゃないですか、痛くて。うん、違う。そっちに行きます。はい、これも私あります。私の場合は、朝強いんですよ。朝からめっちゃ元気。どっちかって言うと朝方のタイプなんですけど、うん、生理前になるとアラーム鳴ってもなかなか起きれない。あと5分、あと5分って感じで、本当にギリギリまで寝ちゃう。だからそれが一番バロメーターかも。あ、ちょっと近づいてきてるなっていう、コントロールが一番できないのが私は睡眠。うん、うん、できない。まあ簡単に言うとポンコツになる。私の場合は電話対応とかしてる時にいつも言ってる言葉なのに出ないとか、うん、お電話ありがとうございますっていうこのテンプレートのやつでもなんかごもったり、もしもしとかってなっちゃったりする時が、本当集中力がない、人の話が聞けなかったりだとか、なんかぼーっとしちゃう、頭が働いてない。なるほどなるほど。はい、感じます。すんごい疲れちゃう、気だるい。だからほんとぼーっとしちゃうっていうのが、うん、いい表現ですかね、うん、本当にそう。必ず月経前のルーティンじゃ、ルーティンって言い方違うか、生理前の前日に泣きます。へー。普段泣かないんですよ絶対。この我慢してるわけじゃないけど、ほんとちょっとしたことで涙がこぼれたら、あ、明日来るなって思う。涙もろくなるんだ急に。もろくなるとかじゃなくて、もう涙が出ちゃうの。泣くんだ、うん、そう、もう本当に耐えきれないってなる。もうキャパオーバー、もう限界ってなってる。なるほどね。でだったのに翌日来たら、もうケラッと、今日も頑張ろうって人が変わった感じ。そう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 。これ私頭痛とか、うん、胸の張りとかそういったものはない。痛みとか下腹部の、うん、ない。そういう痛みは、うん、もう本当一回もなったことないんだけど、うん、絶対むくみと体重増加はある。はいはいはい。でもこれに関しては PMS だからというよりかは、 PMS で過食になって塩分の取りすぎとか、うん、そういう食事の取りすぎで増えてるのかな、むくんでるのかなって個人的には思ってます。うん、ありますね。怒りを感じる。そう、なんかイラってしちゃうの。しかもそのイラが別にイラつくところじゃなくてもイラっとしちゃう。普段だったら何も気にしないけど、お腹空いてるのと似てるんですかね。うん、違う。違います。はい。そうそうね、もううるさい、うん、うるさいですね。そう、何も大したこと起こってないの。誰かに怒られたとか、なんか失敗したなとか、そういうことはないんだけど、得体の知れないものに不安がうわーってのしかかってる感じはする。もともといる自分とそういう負の感情になってしまう自分がいて、
そう思ってしまう自分を正しい自分が責めちゃうんだよね、いつもの自分が。だからその葛藤が結構あって、自分に価値ってないのかなとか、すごい絶望感とかに襲われることは私はあります。天使と悪魔のようなせめぎ合いをしてるってことですかね。そう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 。なんかダイエットに似てますね。ん？いや、あのこう食欲と、うんうんうん、でもダイエットしたいって。あ、ちょっと違う。あ、ごめんなさい。ちょっと違います。仕事も私大好きだけど、この時期になるとなんか仕事もちょっと嫌だなとか、このまま仕事を続けていくのかなとか、そういうタイミングはあったりするかも。あの結局全部紐づいてるの。マイナス、なんかちょっとしたことでイラッとする自分、こんなところでイラッとしちゃダメだよっていう自分がいて、自己嫌悪で、自己嫌悪になって、でも私誰とも関わりたくない、そういうきっかけになるからみたいなので、今の質問全部紐づいてる私の中では。そうだね、一貫性がありますね。そう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 。はい、これはね、いつもあ、性格でも生理前になるとめっちゃ食べる、ずっと食べる、もともと食べるの好きだけど、それがノンストップになる、食べてもあ、お腹空いたみたいになる。なるほどなるほど、うん、ある、それはある。なんかちょっと威圧的になる。普段は相手の立場も考えて、相手が余裕ないから、じゃあ私がちょっと抑えようとか、ちょっとタイミング見て伝えようって思う部分も、もうそういうのも考えきれないぐらい、え、何みたいなのになりやすくはなるかも。攻撃的になりやすくなる。本当はこれがいいに決まってるんだけど、うん、コントロールができないというニュアンスかな、うん、そうだね、うん。PMS が疑われます。あ、私？はい、なるほど。でも本当にこの内容全部今チェックが入った上で、頭痛とか張りとか、うん、痛みとかそういうのがないだけで、あとはもう全部当てはまる、うん。これ私不思議なのが、月経が来たと同時になくなるか、月経が来る数時間前には収まる。だから、あ、今日来るなってめっちゃわかる。なんか朝ごはん食べて、いつもだったらまだお腹空いたってなるのが、満足したら、あ、今日来るなとか。これ PMS っていうものが各女性、個人差がすごいあるということなんですね、うん、ある、強さもある。同じ人間だとしても、うんうん、コロコロ変わったりするそうなんですね。それもあるかも。なので、まあ、この診断が今は当てはまらないかもしれないですけど、うん、時間が経っていくうちにこういう症状が現れたりとかもそうなので、うん、まあ、僕は今思ったのは、なんか男性にできることってあるんですかね。あ、歩み寄り方、あ、私のやり方ですよ、あくまで、うん、私は今太田さんと心がけてるのが、生理予定日がこのぐらいだから、このぐらいから始まるかもっていうのをスケジュールを一緒にシェアしてます。そうですね、すごい分かりやすいですね、うん、でもこれに関しては排卵日がずれてしまうと、あと生理がずれる人も多分いると思うので、みんながみんな毎月同じように来てるわけではないので、うん、でそうなった場合って、あの本人も私自身も分からないんですよ、どのタイミングで出るかとか、うん、2週間前ぴったしに出るわけでもないし、1週間前にぴったり出るわけでもないし、本当に出ない月もあるし、でさっき言ったみたいに、なので自分で察知した時はすぐ言います。今ちょっと眠たいから生理前かもしれないって、ちゃんと言語化して伝えてます。狙った通りに来ることもあるし、うん、来ないこともある。じゃあ大事なのは、まあ、来た時に、うん、あ、今はこれなんだろうなっていうふうに理解して、うん、その時期をどう一緒に乗り切るかっていう考え方の方がいいのかなって思いますね、うん、いいね、いいこと言うSNS で PMS についてどう思われますかという質問を投げかけてですね、はい、で、まあ、僕ら2人のパターンですけれども、コメントの方を紹介していけたらと思います。はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではまた来週。チャオー。